ヨカコーラ、牛乳、葉緑茶を3本ずつ、これくらい集めしまいですね。いや、お金がないんだって。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ちょっと相変わらず声がおかしいけどもやっていきます。キークエストを解決しようってことで、キークエスト、今私何しよったっけ。お、ここか。あ、調子堂に行けばいいの。なるほどなるほど、わかったわかった、行きます。調子堂はどこだ。え、調子堂ってどこ。この下、ここか。オス、アイナちゃんじゃん。男の子かと思った、ごめんね。ミカちゃん、それにタックンとケンチ君も。で、こんなところで何してるの。秘密基地だよ、秘密基地。秘密基地、もしかしてみんなで作ってるの。秘密基地いいね、ワクワクするね。小学生の時とかめっちゃ、なんか友達と一緒に作りよった。これから作るんだぜ。うん、私たち3人さ、学校で生き物係やってるだろ。知らんけどそうだっけ。てか3人もいたんだ。でさ、生き物係なんだからさ、自由研究そういうのにしようと思ってさ、地下水道を探検してたんだ。なんか危険そう。生き物あんまり関係ないそれでこの間さ、すっげえ部屋見つけたんだよな。地下水道のとこで。すごい部屋、地下水道なのに。普通そういうのってなんか管理室みたいな感じなんやないん。見ればわかるよ、ほんとびっくりするからさ。でさ、私たちでそこを秘密基地にするんだぜ。絶対いかんやろ。そうだ、アイナちゃんも一緒にやらね。すっげえ広かったしさ、一人増えても全然いきそうなんだよな。でもめちゃくちゃ魅力的。生き物係の秘密基地、ミカちゃんたち生き物係の3人が地下水道で秘密基地を作るらしい。ウケるウケる。でもキークエストとは関係なさそう。うん、私も一緒に作らせてよ、秘密基地。まあ、でも今のレベルに合っとる感じの頼み事やけんね。あの博物館の頼み事はめちゃくちゃレベル高かったけん、絶対今無理やけど。よし、仲間が増えたな。これでアイナちゃんも俺たちと同じ生き物係だぜ。いや違うやろ違うでしょ。しかし秘密基地ですか、楽しいことになってきましたね。それじゃあみんな、あの部屋に行こうか。でもそれってどんな部屋なの、そんなに広い。マジすげえんだって、マジすげえ赤いし。どういうこと、怖。赤い部屋、赤い、何それ。だから見ればわかるって。あそこから地下水道に行けるからさ、地下水道に入ってちょっと行ったらでっかい部屋があるんだ。私先に行ってるからな、あやなちゃんも早く来いよ。うん、生き物係の秘密基地発生。てかあれなんや、すでにある部屋を秘密基地にするんや。私らの時ってさ、なんかまあ今ほどいろいろ取り締まられよったわけじゃないけんさ、なんかゴミ置き場から粗大ゴミみたいなの拾ってきてさ、なんか組み立てて秘密基地みたいなのめっちゃ作るよったけど、大人立っとるよ、大丈夫。この先の下水道は臭くて汚い、入ってもいいことなんてないぞ。と僕がいたところで、君は下水道に入っていくつもりなんだろう。いや普通はそうじゃなくて止めるんだよ力ずくでも止めるんだよ。自転車落ちとるやん、やば。まだ使えるんじゃね、乗らせてくれんかな。え、やば。え、これは元からあったってことよね。めっちゃ赤いって言ったしやばくない。わあ、なにこれ。てか絨毯巨大。お、来た来た。どうだ、すっごい部屋だろ。本当にすごいっていうか、すごすぎじゃない。これは秘密基地というか、え、これは、え、隠されてるの。めちゃくちゃ大っぴらにあるけど、みんなこの部屋の存在知ってんじゃね。王様の部屋みたいだよな。椅子もテーブルもあるんだぜ。それに赤いしね。うん、すごく赤い。思っとった赤じゃなかったけど、めっちゃ赤い、確かに。しかし、綺麗すぎません？普通に暮らせますよ、ここ。うん、ここってもしかして誰か住んでるんじゃない？へえ、地下水道だぞ。住んでるわけないじゃんか。
この間来た時も今日も人なんてどこにもいないしね。妖怪が住んでる。うん、だからさ、ここはもう生き物係の秘密基地だ。まあ誰もいないのなら使っちゃってもいいかもですね。よかないやろ。どう考えても誰か使いよる綺麗さやもん。そうだ、ここ秘密基地にするならさ、いろいろ持ってこようぜ。それじゃまずはお菓子だ。みんな何がいい？あたしチョコボ。俺はやっぱガムかな。10円ガムでいいよ。両方持ってんな。俺は練り飴。渋いっすね。あゆなちゃんは何がいい？あたしモロッコヨーグルがいい。私はそうだな。あ、そうだ、お菓子誰が買ってくる？あ、それ私でいいよ。もう持ってるのもあるかもだし。あゆなちゃんマジ持ってきてくれんの？練り飴は持っとったかな。わからん。10円ガムと何やった、チョコボーはさっき手に入れた。まさに。5個ずつ、ちょっと1個ずつにしてくれよ。それじゃさ、みんなの分回せて5個ずつぐらいいけたりする？あゆなちゃんも好きなお菓子持ってきていいからさ。うんうん、チョコボ、10円ガム、練り飴を5個ずつですね。それくらいあゆなちゃんならあっさり揃えられそうですね。まあね、それじゃ買いに行こう。パシリやないかい、ただの。ほらここ見てよ、カップがあるんだよね。これさ、ジュースとかも欲しくなってくるよね。いやいやいや、カップがあるんだよねじゃなくて、使わんやろこんな汚いとこにあるやつ。すげえすげえだろこの部屋、赤いしな、広いし赤い。そんなに赤いことがすごいか。まあ確かにここはすごいけど、でもほら一歩外に出たらあれ、マップ上見てよ、妖怪がうろついとるよ妖怪が。え、てか待って、私今何個ずつ持っとんやろ。とりあえず確認。うわ、チョコ棒足りね。チョコ棒3個。うわ、10円ガムも1個しかない。ほら1個ずつにしてくれって。練り飴は？練り飴は持ってねえな。これ何の鍵？校内の鍵。え、持ち帰ってる。え、持ち帰ってますけど。え、セミ？セミって捕まえて持ったままなんやっけ？アイテム欄に入っていくんか。とりあえず買ってきますか。え、ちょっとお金ぐらい渡せよ。おごりか？おごらすなよ。妖怪が住んどるとしたらどんな妖怪やろ。あんなに部屋小綺麗にしとるのにさ、地下水道っていう。お、あゆなちゃん、もしかしてお菓子持ってきてくれた？チョコボ、10円ガム、練り飴を5個ずつでしたね。全部持っているようですが、ミカちゃんに渡しても大丈夫です？渡します。チョコボを5個手渡した。10円ガムを5個手渡した。練り飴を5個手渡した。おー、すごいじゃん、よくこんだけ揃えられたな。じゃあこのお菓子は秘密基地のタンスに隠しとくよ。食うんじゃないんかい。そういえばさ、飲み物がないよね。飲み物、俺さ、ヨカコーラをたくさん置いときたいんだよね。あー欲しいよな。それじゃあ私は牛乳かな。え、怖い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 、まだ？俺はそうだな、そうだな、有力茶。やっぱ渋いっすね。じゃあ私買ってくるね。何本ずつがいい？いやいや、やめとこうよ、パシリだって。え、いいの？じゃあな、3本ずつくらいかな。ヨカコーラ、牛乳、有力茶を3本ずつ、これくらい集めしまいですね。うん、楽勝だよ。それじゃあ、あゆなちゃん、頼んだぞ。いや、お金がないんだって。とか、冷蔵庫もないのにさ、そんな数どうするわけ？ここの本棚、いろいろあるな。でも、難しそうなのばっかだな。結構、頭のいい妖怪が住んのかな。この椅子すごいんだぜ。ふかふか、すっげえふかふか。赤いし。赤いのが何だってんだ。そんなに悪が気になるのかい。え、どうしよっかな。お金が割とピンチやけん、なんか他のさ、多分自販機よね、飲み物やけん。自販機どこにあるんやろ。とりあえず一旦値段を見てみて、買えそうになかったら
ちょいと考えましょう。葉緑茶。え？違う。これも受け取ったんやっけ？これさ、この会社員の近くの自販機に葉緑茶なかったっけ？なんかあった気がするね。あ、で今これが挑戦中。牛乳ユカコーラ葉緑茶。まあなんか他のやつも進めながらとかにするかね。あ、この辺とかも、え、おい、あ、今のこっちこっち、今の会社員やろ多分、クエストのやつ。何が出るかな。何大経験値玉、ありがとう。で、今の会社員のやつやけん、ここですね。あ、これ買えないね。何がある？揚力のお札。で、ここで、あ、ほら、買えねえ。3本買えねえ。牛乳はどこなんやろ？よろずマートかな。え、てかマジ高いな。まあそんなもんか。足りないっすね。まあ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 、お金を集めて。あ、でもこの金額なら、え、ちょっと待って、あれじゃない、あのサラリーマンにぐらいは渡せるんじゃない。サラリーマンどこなんやろ。ちょ待って、これで見たらわかるか、クエスト。お手伝い、あっちいなーや。今昼じゃないな、多分夕方とかやんねん。こっちの方。これ時間経過はさ、あれかな、家に帰ったら時間経過させることはできるんかな。寝れる？こんな時間からは寝れんかな。一旦、あ、自宅からめっちゃ近いんやな。とりあえずあの両緑茶 3本買って、あ、おるやん、おったおった。全然昼間じゃないけどおった。まあ今が何時かよくわからんけど、両緑茶、あ、個数選べんのや。ほら、ほりゃ、これでどうぞ。葉緑茶を3個持ってきたか、頼む、それをくれ。どうぞどうぞ。葉緑茶を3個手渡した。おお、ありがとう。ごくごく、グビグビ。くー、冷てえな。いい飲みっぷりですね。でもそんなに一気に飲んじゃうと。3本とも一気に飲んだん？ 1 本でよくない？う、え、大丈夫？え、解決？ミス、お腹壊してない？お、みんなのレベルが上がってる。そっか、お手伝いしても お金がいっぱい手に入った。そっか、お手伝いすればお金が手に入るのか。そんなことに気づいてなかった。そっか、妖怪を地道に倒していくよりもこっちの方がボンとお金が入るね。なるほどなるほど、じゃあそうしていこう。一気に飲みすぎた、お腹が痛くて動けん。言わんこっちゃない、結局動けるのかい。まあこんな感じで、じゃあ725、もうあと1回ぐらいお手伝いしたらいけるんじゃないね。3本ずつ、いや、いけんか、いけんな。さすがに3本ずつは無理か、高えよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、まあ、とりあえず暑がり社員はどうにかクリアして、ボンって500円、まあ、小遣いくれたってことよね入ったけん、まあ、それにプラスであとちょこちょこってやって、あの3人にジュースを持っていこう。